ららそれじゃやるしかねえな。さあ気合い入れていこうぜ。足立さんナンバー後悔すんなよ。勝ちに行こうぜ。じゃねえか。あれだけ派手に暴れたんだ。連中血相変えて追ってくるぜ。こそこそ隠れる必要もなくなったってことだろう。このまま会長室まで突っ走るぞ。暴れやがっ。この清流会に土足で踏み込んだ落とし前。きたく、おい。やっぱダンジョンの奥には元の生活には戻らないと思う。相手なら投げて崩すってのも手だぜ。